シッティングしてきました。キャッチ止める、寄せる、ブリッジで僕上になるじゃないですか。そうしたら相手同じことできますよね。僕がシッティングで相手がブリッジスイープを仕掛けてくる、寄せる。でこれ今ひっくり返ると次逆になるんですよ。さっき僕こっちにブリッジしましたが、次僕こっちにブリッジすることができるんで、腰切る、もう逆左右ね連続でできるんで、交互にね入れ替えながらやることができます。基本的に覚えるところは一緒で、まあ、組み手だけをしっかり覚えてほしいかなと思います。で、まあ、こういう感じで相手が腰を切ってきたっていう流れがあると思います。で、まあ、自分から入っていくリバースハーフっていうのが一番好ましいんだけど、まあ、あまり僕の中ではあんま好ましくないシチュエーションとして弱いシチュエーションになっちゃうのが、まあ、ディープ入ったけど前回ね説明したこっちの足を取りに行くんじゃなくて、まあ、こっちに入った場合に、まあ、こうなって相手が抜けてきて、この手が残っちゃう、まあ、この手が残っちゃって腰だけないっていう風になると結構瞬で抜かれる可能性があるから、この時はまっすぐラペル、どこでもいいです、ベルトでもラペルでもとりあえず持ってもらって、足もこの向きだとすぐやられちゃうんで向き変えて、まあ、できれば手をねラペル こっち持ち替えます。でこの手がここ入ってるとどうしても使えないから、まあ、これぜひ覚えておいてほしいのが、足を縦スイングすると、こうやって相手の体が起きるんで、手抜けるんですよ。で、腰抱き直します。もう一回ね、ごめん。手がもともとここあるね。手がもうここに残っちゃった、リープハーフとかやってて抜けられて残っちゃったって時は、すぐさままずこれが抜かれないようにグリップ何か使います。ラペルとかは一般的だし、ベルトがあれば何でもいいんで掴んでください。で、こっちの向きだったら やられちゃうから、必ず、腰の向きを相手に寄せて、向き変えて、こっちの手を膝裏から通して、ラペル、もしくはベルトを持ち直しますね。で持ち直したら、でもこの手を使いたいから、足を組んだまま、縦スイング、上に振り上げて、こうやって下にも振り下ろすと、手が抜ける隙間ができるんで、手を抜いて、ここで持ち替えてあげる。で、これで通常のリバースハーフができるから、まあ、あとリバース。ハーフのブリッジスイープとかフックスイープを仕掛けていくっていう流れですね。まあ、いろんな方法があるので、まあ、ちょっと全部紹介しきれないんだけど、例えば2カットしてる相手で、相手結構重いなってなった時に、まあ、この袖引かれないようにベルトとかで、これ袖引かれちゃうとクロスにニーカットパッと持ってかれちゃうから結構弱いんだけど、まあ、こう入っててベルトキャッチしてるととりあえずは引かれないから、まずここ作ったら膝で相手を押し出してここ腰抱きます。まあ、ベルトとかラペルよりもやっぱりベストはこの直接腰コントロールできるパンス握った方がいいです。まあ、ルール的にね、あのパンス握っちゃいけない競技もあると思うんで、まあ、そこはあのルールによって変えてほしいんですけども、でこれができたら重い相手の場合、ここでステイしててもレッスルアップするのが結構難しい場合があるんで、足挟んだまま、これちょっと難しいんですが、あ、若干ひねるけど大丈夫？あ、大丈夫です。これを、相手のパンスをこっちに引きながら自分のお尻をこっちに持っていく感じに、こういう感じ乗っけるとリバーサーハーフに入っていきます。でリバーサーハーフに入ったらすぐさまやってほしいのが、通常のね、ハーフのシッティング、もしくはクロスボディと一緒。この体の向きが相手に対して、こういう感じ。自分のお腹が相手に向いてると足抜きやすくなっちゃうから、すぐさま腰ね、腰をこう寄せる。こっち。だから自分は相手とそっぽ向く感じかな。相手と逆を向く感じで、しっかり腰を相手に寄せる。これ大事ですね。でこの時の足の組み方も、まあ、リバースハーフにとっては結構これ大事なんだけど、こういう感じに、こっちじゃないですね。こっち、まあ、よく言われますが、膝十字とかね、
着浪日だったらあるからこれの膝を守りたくなるってのあるんだけど、これは逆にパンス上の足元かこれ持ってこっちにね腰倒されて抜かれやすくなっちゃうので、これはねリバースハーフじゃあんまりおすすめしないですね。なんでこっち守るのは外側の足、これもまあイメージとしてはアウトサイドフックをかけて内側の足が上に来るようにすると、でこれだと腰を寄せるとこっちの足を引っ張れないですよね。こっちの足引っ張っても意味ないし、こっちの足届く、まあ、触れなくなるんで、まあ、触れたとしても強く引けないんで、この形を必ず作ってください。でここの足の組み方は、まあ、長さによるんだけど4の字だとやっぱちょっとゆるゆるになっちゃうんで少し浅めに組んで、相手の足首に自分のね、まあ、この足を引っ掛ける感じでいいです。でここも三角しっかり組む必要ないですね。こんな感じで浅く組んで腰を寄せます。でこの形作ると、でここからブリッジを仕掛けていきます。基本的な流れは一緒ですね。こっち腰抱いてて、でこっちサイドで、ここからはブリッジに行ける組手っていうのがまあ大体いけるんですけども、ちょっと厳しいなっていうのが一個だけあるので、それは後で紹介しますね。流れは一緒、まあ、こういう左手の攻防があります。相手は足触っていきたい、でも俺は触らせたくないみたいな感じで、まあ、取ることができる。ブリッジに行けるのはこの手を自分がキャッチしているとき、もしくは相手も自分も何も持ってないとき、自分が脇を刺しているときみたいな感じですね。この3つはブリッジに行けるので、まあ、どっか今の足の組み腰の抱きができたときに、で手だけ最後セットアップして、まあ、どっかチャンスがあればこれあキャッチできたっていう風に、例えば足探ってきてる、でそれを取り返した、せーので返していきます。これね、体の向きがこっちだと相手から足が見えちゃうんだけど、アウトサイドフック伸びて腰を寄せると上から見た時に相手が僕のね膝は見える、膝は見えるけどこれ足先見えないですよ。実は足先がすごく見えにくくなってるので、ブリッジ行く時に組んだままいけないから開くんだけど、これしっかり腰を寄せてると開いても相手から見えにくいから、まあ、結構ブリッジする時にバレなくて大丈夫だと思います。ラリアット、さっきの通常のハーフみたいにラリアットしっかり入らないからしっかり伸ばしていくの大事ですね。これ脇差しでも一緒、まあ、脇差し方なんであんまないんだけど、相手はこの腕を抱えてきてる、こんな感じ、まあ、あんまこれを取る人いないですが、これ抱えられたら全然ブリッジって大丈夫です。寄せて相手で抱えてるから全然受け身取れないんで簡単に入ります。ここだけブリッジをおすすめしないよっていうのが、相手がこっちの脇を刺してくる、そう脇をこう刺してこう抱えてくる、これやられちゃうとこれブリッジあんまり効かなくなっちゃうんで、要は結構相手が沈んできてるから跳ね返すの難しいんですよ。こんな感じね、そう、まああんまりこれを取ってくる人ないですけど、こうやって脇を刺された形で固められた時はブリッジうまくいけないんで、まあその時は同じ形作ったらこれね、フック使います。アウトサイドフックかけてるやつを次インサイドに戻して下からフックかけて、こういう感じ、ブリッジ行くときはこっち寄せてるんだけど、今一度こっちに戻してフックね、これ連動させて戻して、そう、これで返し、この組み手のときだけあまりブリッジが強く作用しないんで、まあ、ここはしっかり覚えておくといいです。